11月29日、松山市道後湯の町の飛鳥の湯で、松山においでんか、ウェルカムトゥ松山表彰式が行われました。この授業は、松山青年会議所が主催するもので、新型コロナウイルスの収束後を見据え、一般募集した PR 動画で道後温泉の魅力を海外に向けて発信しようというものです。それぞれまあいろんな切り口で道後の魅力というのをまあ詰めた動画作っていただいて、まあ新たな発見があったり、まあすでに知っているものであっても、ああこういう見せ方やこういう発信の仕方があるんだなということで、すごくどれもいい作品ばかりで楽しませていただきました。今回は特に2019年に宿泊客数が多かった台湾に向けた動画が募集され、集まった85作品の中から6つの作品が表彰されました。で、今コロナの中でとても観光地っていうのが大変な状況だったりするのかなと思うんですけども、今回の動画を見てですね、僕自身松山に18歳まで住んでたんですけども、結構道後のこと全然知らないなっていう印象があったので、なんかこれは外国人向けの動画、外国人の観光客相手への動画でもあるんですけど、結構日本人の人にとってもなんか道後を再発見できる、いい動画コンクールだなと思いました。グランプリに選ばれたのは、松山広島を中心に映像制作をしている株式会社フラッグの作品。今回、弊社の若手の方だけで作らせていただいたので、正直まだ実感はないんですけれども、その道後の街すごくいい街なので、その発展に寄与できたことはとても嬉しく思っております。台湾がとても SNS が栄えている文化がございまして、今回制作するにあたりましては、道後の、SNS 映えするスポットを、どうやったら SNS 映えするよっていう風に見せれるかなっていうのを、今回は気を配って制作させていただきました。宇和島鯛めしのお店にお邪魔させていただきまして、そちらの映像がとても個人的には美味しそうだなと改めて見直しても美味しそうに見えて、とても嬉しく思っております。今回表彰された6作品は、松山青年会議所のホームページで見ることができるほか、グランプリ作品は台湾人用観光サイトなどでも公開されるとのことです。